おはようございます。釣り子 TV です。夏のポイントに来てみましたよ。夏っぽいね。浮きタヌキがセットされているんですが、今日はね、この前買ったこっち今カツの、なんていうか、このね、これネズミ、これをちょっと試してみたくて持ってきてみましたよ。ね、浮きタヌキはね、結構釣れるっていうことが分かったんで、今日は新しく出た針のサイズ大丈夫、今カツのこのネズミ、これがどんな感じか試してみたいと思います。ガード付きなんだけどね。ポッパーマウス今カツ、おー、おやべえ、見てなかったけど今多分出てた結構もう昼に差し掛かるぐらいのタイミングですけど、出たよ。やっちまった。バスはいましたね。鯉だけじゃないんだ。ちょっと焦ってバックラッシュしたりなんだりし、あー、プラグでも今の感じだったらよかったのかも。お、出た。あー、飲んね、ダメだ、もったいないな。いや、これだから出てんのかな。今の感じでかかんねえか。でもこのチョコマカアクションだからこそ出たのかもしれないしな。やってしまった。はい、いきなりね2発出たんだけど、ちょっとね、フッキングできず釣れさせてしまったので、もう一個ね、今カツから新しく出たリグラ、これでフォロー、ね、してみたいと思います。ね、ジーニアスプロジェクトの青木代表が作り上げたキテレツネコリグワームっていうことで、なんでジーニアスプロジェクトのね、シリコンチューブとね、ネコリグ用のシンカーね、これも買ってきてみました。やっぱね、専用設計じゃないけど同じ人が作ってるからバランスは一番間違いないだろうっていうことで、で今日虫パターンなんかもね効きそうだから、このリグラー試してね、こう虫でも使ってみようかななんて思って、で
シリコンチューブはね、動画で見たらこの4ミリがいいみたいですよ。この4ミリのシリコンチューブを、これもジーニアスプロジェクトのこうネコリグを作る時のねプライヤーですよね。こう太いワームと細いワーム使うことができて、こう開いてね、開く、これで入れていくね。よいしょよいしょ、ここかな。はい、シリコンチューブ装着で、重りはこの、今日 1.8g、 ベイトで使うから 1.8g で準備してみました。これを頭にねじ込んでと、はいはいはい、完成。夏っぽい仕掛けでしょ。でフックはね、これスーペリオフックのね、CN フックってやつね。カバー使いするわけじゃないんだけど、あのスイベルがついてるからくるくるなりづらいね。これこんな感じで、まあ今日はこれをね、マス針的に使う感じでいこうかなね。こんな感じ。さあリグラー初潜入、さっき2回ぐらいね反応があったよどみに、これ多分でも食うんじゃねえかな。すごい食い気のあるバスは潜んでるみたいだから、あ食わない。そんな影落としたりしてないんだよ。あれこのライン、いないのかい。下っちゃったのかい。おっしゃ、リグラー、リグラー、おおほほ、あー引く、あー引く、リグラーすげー、よいしょ、リグラーフィッシュ。はい、今カツのねリグラーっていうこうネコリグ用のワームに、どうかな、さっきねポッパーマウスに2回ぐらい反応してフォローで入れたらドカーン。はい、リグラー、イエーイ。はいね、早速初めてリグラーで釣れましたけど、このねシンカーがね結構激しめにファイトしてもね本当取れないんですよね。まああとはワームがちぎれないでいてくれればね、すごい重さも変えやすいし、これCN フックかな、
スーペリオの、スイベルがついてるんで結構バラしづらかったり、あと糸がよれづらかったりして、お気に入りで使っている針ね。で、ここにね、ネコリグ用のジーニアスのシンカーで、これ4ミリの、これまたジーニアスのシリコンチューブで、今カツのリグラーをどうかな、今度ちょっとこっちから刺してみようかな。いろんな刺し方で動きがね変わるなんて書いてあったから、こんだけ、よし釣れたね、初リグラーフィッシュ。いるんだけど、先にチビッチーのが食っちゃった。ありがとう、リグラフィッシュ。はい、ちょっとね大きめのバスが見えて、それを狙っていたところ、おチビちゃんがね先に食っちゃいました。まあでもね、リグラフィッシュ2匹目、イエーイ。夏に効くね、やっぱりね。イエーイ。本日の試してみたいルアー、これでかいね、レイドジャパンの超高浮力フローティングのアジャストレート12インチファット990円。ねえ、なんか浮く長い系ってことで、こうでかいミエバスとかいたらワンチャンこういうの効くんでしょうっていう噂を聞きつけね、買ってきてみました。太いで、いきなりなくなるとちょっと泣けるんで、これちょっと小さいかな、シリコンチューブ4、ちょっとでかいシリコンチューブ忘れちゃったんで、この4インチでも、でも気休めにかましとこうかな。太い方用のやつに入れて、センターどこら辺だろう、こんなもんかな。あ、でも4ミリで全然こんな感じですね。こんな感じ、アジャストレート12。これはちっちゃいけど興味引くのか。小さい何かを食ってるみたいですね。全然見向きもしてもらえない。気づけば、あ、あれあれバスじゃん、あれバスじゃん、あれバスじゃん、あれバス、あれバス。お、くた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 、くったけど針までいってない。すげえ、ちょっとあいつ食いそうだな。どっか上に引っかかれば、食うよ多分。うわっ、バホだってすげえ、飛ぶよあいつ、飛ぶよ、飛ぶ。うわ、狂ってる狂ってる、もうすごい何回でも出るで、うわ
すげえ、もう狂ってたわ。何回でも出る。あそこにいい感じで、ダメだ、あそこに引っ掛けられればな。もう見てない、もう見てない、もう見てない、はあ、じゃあストレートやべえな。うまいことあそこの木から落ちてくる何菓子を気にしてるの。そこは先っぽですよ、そこは先っぽですよ、はい、見切られたか。今カツの、ポッパーマーク来ましたよ。いやー入れてね、スコーンって吸い込まれたね。ポッパーマーク、イエイ。